辰馬本家酒造株式会社は、名台里である、兵庫県西宮市の清酒大手メーカーである。1662年創業。ブランドネームは、白緑であり、全国的な日本酒の銘柄として知られており、代表的な商品としては、黒松白緑が有名である。代々社長、会長は、辰馬家から排出され、辰馬家により同族経営が行われている。 辰馬家は、奈良の加納家や山村家などとともに、酒蔵でも指折りの名門である。戦前は、土地開発や金融業、海運業など様々な事業を手掛け、辰馬財閥を形成していた。また本町辰馬や出身の山形勝美が、辰馬財閥の大番頭として活躍したことでも、知られている。他の阪神財閥とともに、 阪神間文化にも少なからず影響を与えた。戦後は、財閥解体の対象となり、現在の酒造業を中心とする体制へと移行したが、解体によって、財閥を離れた事業の中には、現在も残る企業の礎となったものもある。また、白六グループの中には、関西の有名新学校である、紅葉学院中学校、高等学校があり、灘の加納次郎絵門、 加納寺兵山村多左衛門によって設立されただ中学校、高等学校と並び、酒造メーカーが設立した学校としても著名である。なお、同社が出す、超特選黒松白六六高年純米大吟醸は、定価10万円と非常に高額であり、市販されている日本酒では最高額がついている。白六は、中国では、 古来から縁起の良い霊獣のことを指し、当の時代の千春円柱の白禄という古事や、その古事をもとにした、市朝生時徳千年樹が、酒名の由来であるとされる。また、白禄には、新鮮思想を反映し、同社の酒造りの精神ともなっている。茨城県石岡市にある石岡酒造でも、白禄の銘柄で、日本酒を製造、販売しているが、 石岡酒造との資本、業務提携関係はない。2014年11月に、京都市上京区に、ちょっとした贅沢感をコンセプトに、今まで日本酒を飲んだことのない人と外国人、観光客向けに日本酒文化を体感できる、おず京都、メゾンジュセークマイナスをオープンした。2016年4月には、江戸、明治期に築造された白壁造りの土蔵を活用した。 倉本直営のショップレストラン白禄クラシックスを建て替え、木漏れ日のある酒蔵の店をコンセプトに全面リニューアルオープンした。緑会の会員企業であり、三和グループに属している。13代、辰馬吉左衛門当主は代々、辰谷吉左衛門を名乗る。7代、辰馬吉左衛門の時代に酒業栄え、その後西宮有数の酒造家に発展。安政2年に代、 竜巻吉左衛門が急世し、十一代、竜巻吉左衛門が家徳を継ぐも、若年のため、十代吉左衛門未亡人の、竜巻世が起こし、養館旧、竜巻十郎住宅で知られる。十一代吉左衛門の娘が起こした、松竜巻や、南竜巻や初代の幼女、純の婿、竜巻雄二郎が起こした、龍竜巻家は後に本家と合併した。雄二郎は、 辰巻戦後を死社社長などを務めた。十代吉左衛門の三男の辰谷ヤ和カは、中島家に養子に入って、中島政教となり、明治維新後に、実家の辰ツ本家と共同で、神戸で、マッチ工場を経営した。十一代、辰ツ吉左衛門には、子がなく、妻の辰ツ滝が十二代当主を務めた。十三代、辰ツ吉左衛門は、分家の北辰タ家の辰ツ越悦の、 長男で、明治16年、1883年16歳で、辰馬本家の養子となり、1897年に、家督を相続酒造経営の近代化と合理化に努めた。帰船部を設立し、第一次世界大戦により、後継期となり、教育事業も始めた。妻は、松平直地の四女。十三代の名の婿である、山形勝美は、 辰馬海上火災保健社長、辰馬紀泉社長を経て、参議院議員となり、吉田内閣で国務大臣、厚生大臣を歴任した。戦後の社長を務めた辰馬力は、南辰馬屋初代の養子、辰馬一と、妻の愛の長男で、戦前より社長を務めていた実家の日本摂主が、辰馬本家と合併したことにより、社長となった。妻は、若尾明八。 毛利忠中蔵の娘、弟、年尾の学府に、平賀譲がいる。その後継社長で14代当主の辰馬義雄は13代、辰馬吉左衛門の長男。山口吉郎兵衛の長女を妻とし、15代当主となる長男、辰馬昭雄を設ける。昭雄は、慶応義塾大学法学部法律学科卒業後、朝日ビールを経て昭和43年に、 辰馬本家酒造に入社し、昭和56年代表取締役社長に就任、全国各地に白六会結成し、白六記念酒造博物館を開館するなどし、平成18年から代表取締役会長、平成25年からは取締役相談役を務める。妻は野田浄油の高梨氷財門の娘、辰馬本家酒造現会長の辰馬賢治は、 秋尾夫妻の次男、四男の達馬信介は、ホテルヒューイット甲子園を経営する、ロテルド甲子園、株式会社代表取締役、十四代目、吉尾の次女は、星島二郎の老い、星島和一,一郎に嫁いだ。ありがとうございます。